はい、ウクレレだるまです。本日はピックアップ搭載のウクレレ、あとはエレアコ、エレキギターもエレキベースもですね、そうですねの、トラブルの一つ、このね、ジャックの部分を回すとバリ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 というね、ノイズが鳴ったりするときですね。こうシールドを動かすだけでバリバリバリとなったり、あとはね、ボリュームがついてるね、エレアコピックアップ搭載のやつがあると思います。ボリュームを回すとバリバリバリとなるノイズが出る。ちょっと今ボリュームのパーツね、外してますが、あんまり鳴らないですね。さっきまで鳴ってたんですけど、ちょっと先ほど軽くクリーニングをしてしまったんで直っちゃいましたが、このボリュームのつまみを回すとバリバリバリとノイズが鳴る場合、これの修理方法をご説明したいと思います。まずはですね、このジャックですね、この部分をね、回すと、ね、ケーブルを回すとバリバリバリというトラブルの場合はですね、このジャックの内部が、錆びついてる、あるいは酸化してしまってるっていうのが原因なんですね。で、これね、シールドケーブル側ですが、ここの、ね、金属部分、先端とね、このその長い部分の軸の部分がありますが、この両方にジャックが接するわけですが、ここの接する部分が錆びてるとバリバリ言います。酸化してるとバリバリ言います。ですので、もしかしたらこのケーブルの方がね、ここがね、曇ってたり錆びてたりすると、あるいは傷ついてたりするとバリバリ言う原因になりますので、こちらもクリーニングしないといけません。長年クリーニングを行ってきましたが、正直新品のパーツに交換するのが一番安全なんですけども、できるだけ予算を抑えたい、あるいは緊急で、どうしてもすぐ直したいという場合におすすめの接点洗浄剤、接点復活剤というのがいろいろ売られています。長年いろんな種類使ってきましたが、一番おすすめ、今日ご紹介したいと思います。一番おすすめはこのケイグ、CAIG というケイグというブランド、アメリカのブランドですね。メイドイン USA ですが、ケイグというブランドのデオキシット D100 というモデルがもう正直一番おすすめです。理由はですね、もう単純に一番接点の洗浄力、復活力が高いというのと、あとは、プラスチックなど樹脂の部分にも、かかっても影響が少ないというモデルです。正直他社のモデルはですね、プラスチックに樹脂部分に触れるとあんまり良くないんですね。溶けてしまったり、トラブルの元につながってしまいますので、他社のはあまりおすすめできません。プラスチック部分にかかっても問題ないですよと、明記されている商品でしたら安心かなと思います。ただし、他社のは洗浄力が弱くてですね、一旦治ったかなと思ってもしばらくするとまた復活しているという、ね、トラブルが多々あります。そうなったら交換ね、パーツ交換するのが一番いいんですけども、このデオキシット、軽具社のデオキシットはかなり洗浄力が高いですので、しばらく交換しなくてもいけると思う。サビがっつり落としてくれるというような商品になっております。で、なおかつ樹脂、プラスチックに使っても問題ないというモデルになっております。こちらから D5S6 というモデルも出てるんですが、そちらはね、薄めてるタイプです。で、こちらの D100 っていうのは、現役のタイプ。もう正直、この
原液のタイプ買っちゃいましょう。他の接点洗浄剤に比べるとちょっと高いんですけども、それでもまあ一番安いところで買えば2000円以内で買えるところもあるのかな、今は。まあ2000円ぐらいで買えますので、パーツ交換ね、1回するとそれぐらいですが、この一缶持っておけばもう正直一生使えるんじゃないかなと、一般の方でしたら一生使えるんじゃないかなっていうぐらいの量が入ってますので、こちらがおすすめかなと思います。で、使い方ご紹介したいと思います、ね、この穴に直接吹きかけるのは、まあね、樹脂プラスチックにも対応しているとはいえあんまりおすすめできません。使い方としましては綿棒に、吹きつけてください。こんな感じですね。ちょっと見にくいか、液体はピンクの色をしてます。で、ノズル近くに綿棒をつけて、綿棒の先端に液体をね、つけてください。でその状態でこのジャックの周り、ね、外周を掃除する、内周ですかね、内側をゴシゴシ磨いてあげてください。こうすることによっておそらく綿棒が錆びてる場合はちょっと黒くなってくると思います。これ錆だったり汚れですね、これを落としてくれます。これで、まあもし、ね、このシールドケーブル側にも問題ありそうでしたら同じように拭いてあげましょう。先端まで含めてしっかり拭いてあげてください、ね、でその状態で、まあ、最後何回か抜き差ししてあげてくるくる回してあげましょう。これでかなりの率で改善すると思います。中にはですね、このプラグの接触不良だったりシールドケーブルの接触不良、あるいはこう、ね、根元で断線しかかっている、中で断線しかかってこう動かすとバリバリいるというトラブルもあるんですけども、まあ他のねピックアップ搭載のギターやウクレレで試したら大丈夫なのに、このウクレレだけなんかここでバリバリ言うという場合は絶対にこのね、こっち側がピックアップが楽器側が原因ですので、その場合はもうこれで改善する可能性が高いです。まあこのプラグが内部でね、パーツが折れ曲がってたりなどで接触不良を起こしている場合もありえなくはないですけども、まあちょっと回してみてバリ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 言うようでしたら、まあ錆びついててノイズが出てるという可能性が一番高いですので、それが接点洗浄で治る可能性が高いかなと思います。さあもう一個、このボリュームですねの部がついててこういうつまみになってます。これを今中からパーツ外したんですけど、こういうパーツでノイズが出る場合は、よいしょ、ここにうっすら穴が開いてますんで、あるいはよいしょ、何かこれかな、ここですね、ここに穴が、隙間が開いてますんで、そこから接点洗浄剤を、これは直接スプレーするしかないですので、直接シュッと吹きかけてください。でくる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 つまみを回してあげると、こうするとまあ錆も取れてノイズがなくなるという理屈でございます。こういうねアナログなポット、これポットっていうんです、ポテントメーターポットっていうんですけど略して、こういうシンプルなねアナログなポットがついてるモデルもあれば、もう基板の中にボリュームがねついてるっていうモデルも最近は増えてきてます。いわゆる
ね、サイドにでっかくねプリアンプと呼ばれるボリューム、あとねトーン、あと最近チューナーなんかもね内蔵されてるプリアンプがここにねドーンとついてるモデルもありますが、そうなると、中に基板の小さいねボリュームポットになりますんで、それは分解してってなるんでちょっと難しいですけど、エレキギターの人なんかはねもう正直開け、ね、中開けるとこういうポテントメーターポットがついてますんで、隙間からジュッとこの接点洗浄剤を吹きつけてもらってくるくる回すとバリバリ言わなくなりますんで、これも動画を撮る直前まではバリバリ言ってたんですけど、ワンプッシュしてくるくる回すだけでもうバリバリ言わなくなりましたんでね、こういう2000円程度で買える接点洗浄剤がおすすめかなと思います。接点洗浄剤でクレ556、クレ226なんかね、まあホームセンターなんでかで簡単に手に入るんですけど、あれもプラスチックを傷めますんで、絶対に使わないようにしましょう。市販に売られているモデルでもプラスチックへの影響が書かれてないものっていうのはもう正直楽器には使わない方がいいと思います。楽器屋さんに売られているモデルでもプラスチックへの樹脂への影響が、全くないと書かれているものっていうのは非常に少ないです。何社か、ね、プラスチック樹脂には影響ないですよと歌っている商品もありますが、それならまあ安心なんですけど、洗浄力のことを考えると、まあ、このケイグのデオキシット D100 が私は一番おすすめかなと思いました。今日はエレアコ、エレキウクレレ、エレキギターなどの、錆びつきによるトラブルの解消方法を、ご紹介させていただきました。それではまた。